うちの席は窓際の隅っこ。あんな、うち学校嫌いやねん。やからな、うち学校滅亡させんねん。学校滅亡計画や。理科室の怪物にお願いして鎌田くんを倒してもらうねん。魔法の力で大きなんねん。うちはいっぱい空気を吸い込んで大きい台風ができて、みんな飛ばしてくれると思うねんよ。みんな飛んでてしもうたら、うちは一人ぼっちやな。うちな、ほんまはな、受賞しました浅野陽子です。今回監督は私ということなんですけれども、やっぱりたくさんの人に支えられて作り上げた作品ですので、やっぱりそういう人たちにありがとうと伝えたいです。この作品のテーマは、その集団の中で居場所を見つけられない子どもでも、やっぱりどこかにきっと居場所はあるから大丈夫だよということを伝えたいと思って作りました。最初攻撃的だったその主人公が途中で自分の寂しさに気づくっていうところが一番思いがこもっています。一番大変だったのは、あの子どもの落書きを動かしているように見せるのに、紙に絵を描いて、それを平面の人形を作って、それをアニメとしていったんですけど、やっぱり平面っていうことでちょっと立てるのにバランスが悪かったりだとかして、勝手にこうパタって倒れてしまったりだとか、結構アニメの点ではその点が大変でした。私がその大学時代結構子どもと関わらせてもらう機会が多くて、やっぱり今までお世話になってきた子どもたちのために何か作品を作りたいと思って、そういうところから作品を作りました。